レベッカ・ベッキー・スコットは、カナダ、アルバータ州、ベグロビル出身の元クロスカントリースキー選手。1990年代後半から2000年代半ばに国際大会で活躍。2006年からは IOC の選手委員を務めている。5歳でクロスカントリースキーを始め7歳の時に初めて大会に出場した。1994年の ノルディックスキージュニア世界選手権で国際大会にデビューするも 5km34 位、15km50 位に終わった。同年3月にクロスカントリースキーワールドカップデビューを果たしたが 5km33 位、10km36 位だった。地元カナダのサンダーベイで開催された1995年、ノルディックスキー世界選手権では 15km40 位。 5km42 位、パシュート43位となった。1998年長野オリンピック代表に選ばれたが 15km60 位、5km47 位、15km パシュート45位、30km51 位と低迷した。2001年にはカナダナショナルチームの活動資金を稼ぐためにチームメイトのサラレナー、ミレインテリオ、 ハイメとアマンダのフォーチエ姉妹と共にヌードカレンダーを発売したこともある。2002年ソルトレーク式オリンピックでは 10km4 位、スプリント5位、パシュートでは金メダルを獲得した。リレーでは8位に終わった。パシュートのレースでは3番目にゴールしたが、ゴール1番目のオリガダニロは2番目のラリサラズチナがドーピング検査で、 禁止薬物が検出されたためメダル剥奪となり、スコットが繰り上げ金メダルとなった。自身3度目のオリンピックとなる鳥のオリンピックでは、チームスプリント銀メダル、個人スプリント4位、パシュート6位、リレー10位の成績を残し、またこのシーズン初めてワールドカップで勝利を挙げて、総合2位となった。2006年3月19日に札幌で行われた パシュートで通算4勝目を挙げたのを最後に現役を引退した。数々の実績を称えて、アルバータ州スポーツ伝道入りしたほか、国際連合児童基金や国際人道機関ライト2プレーで活動し、2005年3月29日には世界アンチドーピング機関の選手委員、2006年2月23日には国際オリンピック委員会の選手委員に就任した。 さらに2006年5月17日には2010年、冬季オリンピック及びパラリンピック組織委員会の委員にも任命された。2007年9月16日には長男を、2010年3月31日には長女を出産した。ありがとうございます。